さあというわけでですね、ちょっと街中から離れましてマポという地区にやってきました。さあここに僕のお店をやるきっかけになったあるお店がありますんで行ってみたいと思います。お、あれじゃないですかね、行列してるところ並んでますね、かなり。でここはソウル三大冷麺と言われている一つでして、本来は海外のテレビ局とかは取材お断りらしいんですが、なんとババご飯の YouTube 許可が出ましたんで撮影させていただきたいと思います。素晴らしい、許可がちゃんと降りるようなチャンネルになったってことですね。ババご飯は感慨深いですね。あ、すいません、待ちましょう。ババッとババご飯。さあようやくですね、席に座れまして早速注文をしたいと思います。あ、こんにちは。水冷麺一つと、あとメッチュ一つお願いします。冷麺とセットって言ったらやっぱビールなんで、はい。あ、ありがとうございます。いいですね、このセットがまた。ありがとうございます。じゃあせっかくなんでテラの栓抜きもいいですけども、カスがあるんでカスで抜きましょう。それどうしたんですか。これはもうあの居酒屋で、あのこれ何ですかって言ったいただきました。はい、ね、磁石もついてるんでいただきましょう。もうね、ビールはね、なるべく泡がない方がね、うまいと思うんですよ、僕は。あ、最高。はぁ、あの、旅行来るときは汚れてもいいように黒を着てきてます。白とかもうすぐ初日にやっちゃうんで黒です、もう基本は旅行は黒。やっぱ馬場さん、食べるのが中心で旅行はこう考えてる、はい、そうです、もう食がほぼ中心ですね。食とか食器とか、うーん、食材。あー、いいね、薄いビールで。ちょっとつまんじゃいましょうか、これね、はい、これも冷麺と一緒に食べるんですけど、基本的には。うん、大根一つとっても美味しい。ここは味付けがシンプルですね。うーん、これは何かと申しますと、牛骨スープです。熱いです。冷麺屋さんに行ったら基本的にはこれは飲み放題でついてくるんで、飲み過ぎた次の日にもうこれでちょっと回復しながら冷麺食べるっていうのが韓国旅行のもう昼ですね、昼必ず。うん、牛骨スープですこれは。あ、来た、来ました。うわー、綺麗、最高。見てください、このシャリシャリの、これも牛骨スープなんですけども、冷たい方で、この冷麺ですね、麺がで、梨が乗ってて、梨とこのさっきのこの大根のキムチですね。いただきます。これですよ、この冷麺を食べたくて今回来ましたんで、いただきます。うまっうまい。程よい塩気、優しい麺と、もうこの出汁をいただく感じ。うーん、で麺がうまいわ、これそばの麺ですね、これそば粉。
わ、このもうここのね縁で食べるんですよ、この縁で。うん、でこういうちょっと大根とね一緒に、うん、最高ですわこれ、うまっ。うん、うまい。あ、うん、美味しすぎて無言になってますけど。うまい、マジでこれですよ。もうほんとネットフリックスで見て冷麺参加という番組に、うんうんうん、この冷麺屋さんが紹介されて、それを見てからもう自分で冷麺屋さんやりたくなって宮古島で始めちゃったんですよ。その原因となった、あ、きっかけですか。きっかけ、特別に厨房も見させてもらえるそうなんで、ちょっとそこも取材させていただいていろいろお話を聞いてみたいと思いますので、ババッとババご飯。こんにちは、料理長、はい、あ、よろしくお願いします、はい、ここで冷麺を作ってるんですか。あ、いやいや、これは麺ですか。レミルパンです。へえ、100%、はい、あ、ノーノー、65%、 35% のコグマ全部。へえ、さつまいも、はい、それが평양냉면의대기도그랬어와그렇진않고보통메밀을 60% 이상쓰거나날씨나기온에따라서약간좀그배합이틀린데평균적으로 60% 이상메밀평균적인 60% 메밀이주성분이라고보시면돼요소바코가주성분이라고보시면돼요가오리또식감이ちょうどめちゃくちゃ良かった향기랑식감이엄청좋았어요맛있어요네ありがとう。ちょっといいですか見ても。あ、うん、あ、ここで。여기서면을끓여요。어여기서이제이렇게냉면면면포ここで麺を。おお。すごい。この機械が。ああ。물이끓어올릴때오오오すごい。에오몇분ぐらい茹でるんですか。이렇게해가지고서보통한2분에서3분사이에2분から3분만에へー、すごい。おー、きれい。きれい。おー、おー、きれい。これやっぱ冬は大変ですかね。本来平安冷麺자체が겨울에먹는거、겨울에도손님많아。あ、そうなんですか。あ、춥지않나고、뭐추운데도뭐라고해야지、익숙해져가지고괜찮아。ちなみに一番人が来る時で何人ぐらい来るんですか、一日に。제일많이왔을때가한1600그릇정도팬들
6월 정도. 우와, 그게. 내년은 6월 정도. 6월. 예. 주로 하루 종일 여기서 하루 종일. 혈액수가 뭐. 하루 종일 수 있어요. 오픈이 11시부터 하는데. 제일 많이 들어요. 보통 3명 이상 수가 많아요. 평균적으로. 예, 수고해. 너무 대단하시다. 아, 뭐 이런 집들 되게 많지는 않더라도, 일본에도 많잖아요. すごい店ですよ、この1600も来たら。いや、美味しかったもん、本当に。ちょっとスープだけ見てみたい、スープ。スープなんちゃも。ああ、ミックス。ちょっと特別に。特別に、感謝합니다。ああ、これ。これはもう、スープに氷を入れてんじゃなくて、スープ自体を冷やしてこのシャリシャリになってることですか。あ、よく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 、で、おるん、で、おるんご、冷凍。取って、冷凍室に持ってって、冷凍熟成をする。へえ。冷凍熟成をやって、ここで、わ、冷凍へがじこ。素晴らしい、ちょっといろいろ見せていただきました。ありがとうございます。はい。いや、料理長にいろいろ。見せていただきましたよ。ババッと、ババご飯。これお店の名前ですか。일대어르신이직접쓰고만드는거예요이거창업하신분그러니까할아버님이에요할아버님3代目ですかじゃあ、네、오케이ちなみに料理長僕ネットフリックスで見たんですよ。ああ、はい。それで僕は一応コメディアンと、あ、이분이料理もやってるんですけど、料理도엄청잘해요。あ、그래요。はい。でも料理長の番組のきっかけで冷麺屋さんをやってます。아진짜요?네어떻게?평양냉면じゃないんですよ日本のオリジナル自分の냉면아냉면일본식냉면일본식의일본식아일본식냉면宮古島と沖縄아오픈ちっちゃなお店を넷플릭스나간지가얼마되진않았는데작년인가나갔는데아넷플릭스放送してからそんなに日にちたってないはずなんですけど、その間に냉면집을열었다는거예요?その間にオープンしたんですすぐすぐ。おー、대단하네。だもし機会があったら食べに来てください。아유、저야。근데내가여기가게를하루도비울수가없어가지고。一日も休めないみたいな。ええ。하루도비울수가없어요。여기항상있어야되기때문에가고싶어도후계자가있어가지고아예옆에이제관리하는사람이있으면내가여유가있는데아직까지는그렇게後継者がいたらいいんですけど、後継者がまだまだできない。じゃあもし4代目が自立したら、あ、다시오신다고。はい。で、教えてほしい味を。あ、オッケー、オッケー、オッケー。お願いします。これ開けても、제가뭐가지고있다가기회가되면뭐단가이라도갈수있는거니까단가이아뭐일본멀지가않잖아요すぐに日本近いのですぐにでも行きます。お願いします。뭐시간시간만되면아이거하루이틀로갔다올수있는아시간だけできれば1日2日で行きますのことで。ぜひお願いします。ウルミルデのね冷麺めちゃくちゃ美味しいんで、もういろんななんか多分賞とか取ってますんで、毎年毎年ね、ぜひソウルに来たら冷麺を食べに来てください。そして宮古島の方にも来てみてください。よかったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。以上ババご飯でした。それではソウルを満喫してきます。さよなら。